こんにちは、ひでチャンネルのひでちゃんです。ご無沙汰しております。1ヶ月ほど間が空いてしまいました。コロナ禍の影響と停滞する秋雨前線の影響の長雨でバイクに乗るゆとりも時間もありませんでしたが、少しの晴れ間と時間を見つけていつもの道を走っています。目的を決めてないので、ただただ1時間程度走ってきました。やっぱりバイクに乗るは気持ちがいいですね。そんなわけで、今日の動画はただ道を走ってるだけ、あまり面白い画像にはなってません。もう少し天候が良くなり、コロナ禍も落ち着いてゆとりができてきたら、また楽しい元ブログを上げたいと思います。今日はここでガソリンを入れて、また家の方に向かって帰りたいと思います。何にも変化がない動画でしたが、ごめんなさい。